石川橋にある河川名標時和川に合流する石川石川は北海道函館市を流れる時和川水系の二級河川。河川名は流域の開墾寺の集落石川郷に由来する。河川名は松浦武竹郎、初港江戸日誌の中で使われたのが資料として最初である。その後現在の函館市にも石川という名の町は存在している。 函館市亀田中野町付近の急陵面に源を発し、南西流する。急陵部を杉赤川石川線を越えると、石川町市街地の北部を流れる。石明橋手前で、北三原市街地を流れてきた中野川を合わせ、市街地を抜ける。JR 函館本線を過ぎると、西木町の工業地域となり、石川一号橋を越えるとすぐに時和川へ合流する。 本流の時輪川とは水源がほど近いものの一方で水源付近の標高は時輪川の倍以上であり全体的に本流よりも規模が大きい赤川石川線より下流 3.77km が二級河川に指定されている河道上流部は笹を中心に水なら山川等が半模し雨増花火地下土壌が生息する河川幅の広い下流部は 溝そば豚草大よもぎ等が見られる。石川は、時和川の稼働変更、屈作に合わせ1960年から1974年にかけて、時和川五流天から函館本線橋梁まで河川改修が実施された。だが宅地下の進行する上流部において1973年9月に浸水被害が出たことから、 下流部の改修終了翌年の1975年より上流部の河川改修に着手している。石川都市基盤河川改修事業として周辺の区画整理事業に対応する形で行われ、流下能力の向上とともに業岸に海岸港や散策路、ベンチが整備され浸水性の向上も図られている。当初の整備区間は石川3号橋までの1373メートルの 予定だったが、1997年に赤川石川線まで1100メートル延長され、現在も続けられている。支流の中野川についても1995年以降、赤川石川線までの2050メートル区間について、河川改修が進められている。石川都市基盤河川改修事業平成25年度土木部事業、概要、ありがとうございます。